内村公平、内村公平、内村公平、1989年、昭和64年1月3日体は、日本のプロ体操競技選手。オリンピック3大会、2008年北京、2012年ロンドン、2016年、リオデジャネイロに出場し、個人総合に連覇を含む7つのメダル、金メダル3、銀メダル4を獲得。また、 世界体操競技選手権でも個人総合での世界最多の6連覇を含む19個のメダル、金メダル10、銀メダル5、銅メダル4を獲得している。1989年、昭和64年1月3日、福岡県北九州市に生まれる。父、内村和久は日本体育大学体操競技部出身で、柳川高等学校時代に、 高校総体の種目別で優勝しており、母、内村千佳子も元体操選手、妹の春日も元体操選手、日体大という体操一家出る。1992年、平成4年に両親がスポーツクラブ内村を開設し、長崎県諫早市に移住したのを機に、3歳で体操を始めた。両親の反対を押し切り、 諫早市立諫早中学校を卒業と同時に、塚原直也に憧れて上京し、朝日生命体操クラブに入門した。東洋高等学校を経て、日本体育大学体育学部体育学科に入学。大学では体操競技部に所属し、4年時には首相を務めた。高校生の時アンバの種目で2点を叩き出したことがある。2010年 t b s 系、ドラマ タンブリング第1話にて、和室学院の生徒役で、亀を出演している。日体大,大卒業後の2011年、平成23年4月、山室光文と共にナミスポーツライフ、現ナミスポーツクラブに入社。2012年11月11日、一般女性と入籍。2013年4月19日、夫人が第一子となる女児を出産した。 2014年、トトの CM で13人のアスリートたちとスタンドバイ、ミーのメロディを歌い継いだ。2015年、第二子となるジョジが誕生。2016年11月、コナミスポーツクラブを退社して、プロ活動を開始。2016年12月、アシックスジャパンとスポンサー契約を結ぶ。2017年3月、長崎ちゃんぽん店などを展開する。 リンガーハットと所属契約を結ぶ。2017年1月、復興大臣からの移植で、東日本大震災の被災地を支援する復興援大使に就任する。オリンピック、世界選手権の種目別で複数回優勝経験のあるような専門的な種目はないが、すべての種目を高レベルにこなすオールラウンダーである。 得意種目は2018年現在鉄棒、体操、日本オフィシャルファンサイトより、世界選手権の種目別では、床のほか、鉄棒と平行棒で優勝経験がある。幼い頃から、両親の営むスポーツクラブ内村で、タンブリングトランポリンに親しみ、中でも当時、愛読していたガンバ。フライハイの影響で鉄棒と床にのめり込み、 すでに小学校高学年の時にはトランポリン上でひねり技を身につけるなど高度な空中感覚に加え安定した着地感覚を身につけた。日本代表となった後も新たな技に取り組む際はトランポリンを使って技の感覚を覚え体の動きをチェックしている。着地と空中姿勢には定評があり2011年の世界選手権でロンジン・エレガンス賞を受賞。 日本勢の受賞は2007年の富田博之、2010年の田中理恵に続いて3人目。かつては極端な変色家であり、野菜を連想させる緑色も大嫌いというほどの野菜嫌いで食事はほぼ米と肉のみだった。好物はバナナとチョコレート類。特に悲いだったのはブラック製菓のブラックサンダーで北京オリンピックには40個持ち込み、勝負食として、 競技前に食べていたことなどが報道された。また、喫煙者である。コナミスポーツライフへの入社後に、同社の指導により食生活の改善に取り組み、野菜を食べるようになり、チョコレートも断っているが、野菜は完全な克服には至っていない。愛読書はガンバ。フライハイ。好きな体操選手は藤巻春。好きな人物は織田信長、坂本龍馬。好きな城は姫路城。 2007年、平成19年ユニバーシアードの団体と種目別ゆかで優勝。2008年、平成20年、初めてのオリンピック代表選考である二次予選では、2日間ともに富田博之を抑えてトップに立ち予選すぎ、最終予選の NHK 杯体操選手権では優勝こそ富田に譲ったが2位に入り、北京オリンピックの出場権を獲得した。 オリンピック本大会では団体戦メンバーとして19歳で最年少ながら安定した堂々とした演技を披露。男子体操団体で日本の銀メダル獲得に貢献すると、その2日後の男子体操個人総合決勝では苦手とするあん馬で2度の落下がありながらも他種目で23人を抜き、最終的には2位となって銀メダルを獲得した。日本人選手の個人総合でのメダル獲得は、 北京五輪代表監督の具志堅工事がロサンゼルスオリンピックにおいて金メダルを獲得して以来24年ぶりであると同時に10代での獲得は史上初である。2008年平成20年全日本選手権で個人総合優勝を果たす。それまで男子体操を牽引していた富田博之が同年末をもって引退し、名実ともに日本の新たなエースとなった。 2009年世界体操競技選手権、ロンドンの個人総合決勝では床、跳馬、釣り輪、鉄棒の4種目で1位の得点を記録し、トータル91.500で22.251点の大差をつけて初優勝を達成。20歳での獲得は日本全史上最年少であった。2010年世界選手権、 ロッテルダムでも全種目で15点以上のトータル92.331点で2に2 2 8 3点差をつける圧勝で日本人初の個人総合に連覇を達成した。また、同年12月の全日本選手権種目別超馬で、新技、新進ゆるけんこ3回ひねりを成功させている。2011年世界体操競技選手権、東京は社会人となってから、 初めての国際大会でもあったが、個人総合で全種目で3位以内の得点を記録し、国際大会自己ベストの93.641点をマーク。2位のピーボイに3.101点の大差をつける圧勝で世界選手権史上初の個人総合3連覇を達成した。種目別には、長馬以外の5種目に出場。床では G のリ・ジョンソンを成功させて、 金メダルを獲得。内村のひねりが早く、審判がこれを見落としていたため、日本チームの指摘により得点が訂正された。床の種目別金メダルは1974年、バルナの笠松茂以来34年ぶりの快挙。鉄棒でも、銅メダルを獲得した。今大会での個人総合3連覇により、ロンドンオリンピック代表選手に内定した。 2012年のロンドンオリンピックは各国のメディアから個人総合、金メダル確実と評され臨んだが予選でクラマと鉄棒で落下するミスをしてしまう。男子団体では5種目で安定した演技を見せるも最終種目クラマのフィニッシュで倒立から着地に移行する際に体勢を崩したため倒立の得点が認められず一時は4位になったが 日本選手団の正式な抗議により得点が見直され、2大会連続の銀メダルを獲得した。しかし、インタビューでは、4位でも2位でも僕はあまり変わらなかったと思うと話し、笑顔はなかった。過去に例を見ない不調に、個人総合金メダルへの心配する声も上がったが、団体でミスをしたアンバを15.066点で、 乗り切ると3種目目の長馬で完璧な着地を見せ16.266点の高得点で首位に立ち、全6種目をすべて15点台以上でまとめるなど安定した演技を取り戻して、最終得点は2位に1.658点の大差をつける92.690点をマークして金メダル。2大会連続のメダル獲得は前日の具試験、工事以来28年ぶり。これまで、 長崎県は九州で唯一個人団体種目を通じて金メダリストが出ておらず、内村は長崎県出身者として初めての金メダリストとなった。種目別決勝の床では数止めの演技者として登場し15.800点で銀メダルを獲得した。埼玉県から彩りの国功労賞を受賞。2013年世界体操競技選手権。 アントワープの個人総合では予選で91.924点を記録して2位に2.394点差をつけてトップ通過。決勝でもただ一人全種目で15点台かつ3位以内を記録する安定した演技でトータル91.990点をマークし2位の加藤良平らに1.958点差をつけて個人総合4連覇を達成。種目別では平行棒で 金メダル、床と鉄棒で、銅メダルを獲得した。2014年世界体操競技選手権、南米の団体総合決勝では5種目を終えた段階で、日本がトップに立ち、その後日本が最終種目の鉄棒を先に終えて2位の中国の結果を待つという状況だったが、中国が鉄棒で高得点をマークして、日本を逆転したため、 自身初の世界選手権団体優勝はならなかった。個人総合ではただ一人、全種目で十五点以上の演技、床、長場で一位を見せて九十一点九六五点を記録し、二位のマックスウィットロックに一点四九二点差をつけて、連勝記録を5に伸ばした。この個人総合での金メダル獲得で、世界選手権での通算獲得金、メダル数が7目となり、剣持映像と、 中山明昭が持っていた日本人選手最多記録に並んだ。また銀と銅を合わせたメダル獲得数でも15個目となり、剣持映像と並んで日本人最多体となった。この後、種目別鉄棒で銀メダルを獲得し、世界選手権の獲得メダル数は日本人歴代最多を更新する16個となった。2015年世界体操競技選手権、グラスゴーでは、 10月26日に出場した予選4種目目の床で競技開始前に全演技者の採点で10分以上待たされ競技中にも前方中返りで頭部を強打するアクシデンがあったが個人6種目系でトップの90.654点をマーク団体総合でも日本は358.884点で中国を抑えトップ通過28日の団体総合決勝では 鉄棒のカッシーナで落下するなど内容は完璧では、中田が独種目形で91.531点をマークし、世界選手権の団体総合では37年ぶり、オリンピックも含めた世界規模の大会では2004年アテネオリンピック以来となる日本の金メダル獲得に貢献した。世界選手権での通算金メダル獲得数は8個と、 なり日本人選手歴代単独1位となった。30日に行われた個人総合では、床と長場で1位の得点をマークするなど、全6種目で5位以内に入る安定した演技で92.332点をマークし、2位のマンリケ・ラルルへと、キューバに1.634点の大差をつけて、連覇を6に伸ばした。11月1日にも、種目別鉄棒で自身初の金メダルを獲得。 この大会で3個の金メダルを獲得し、自身が持つ世界選手権での日本人選手最多メダル獲得数記録を金10、銀5、銅4の計19個に伸ばした。また、オリンピックで獲得したメダル5個と合わせた世界大会でのメダル獲得数も24個となり、剣持映像と並び日本人選手歴代最多タイとなった。 2016年リオデジャネイロオリンピックでは予選の鉄棒で落下のミスにより種目別決勝を逃し個人総合では2位で決勝に進出団体では全6種目に出場し全てにおいて安定した演技を披露し体操日本としてはアテネ大会以来12年ぶり自身にとっても悲願であったオリンピックでの団体金メダルを獲得 個人総合では4種目を終えた時点で、ウクライナのオレグ・ベルニャイフと0.401差の2位につける。5種目目の平行棒で0.901差に広がり、逆転が厳しい状況になったが、最終種目の鉄棒では演技中にぎっくり腰を発症しながらも15.800の高得点を叩き出し、合計点92.365で、ベルニャイフを0.099差でかわし逆転で、 個人総合に連覇と団体との2冠を達成。オリンピックの個人総合連覇は、歴代4人目、日本人では、加藤沢を以来44年ぶりの快挙となった。2017年世界体操競技選手権、モントリオールでは、西種目目の跳馬の着地で負傷し途中、棄権した。この棄権により2009年から続いた、世界選手権個人総合での連勝記録は6で、途絶えた。 また、その他の国内外の大会を含めても2008年、全日本学生選手権以来9年ぶりの敗北となり、個人総合の連勝記録は40でストップすることになった。2013年3月、出身地の諫早市に完成した諫早市、中央単位区間は、内村の偉業を称え、その愛称を内村記念アリーナとした。館内には、 パネル展示コーナーが設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。